ああ、ちょうどいいところに。ヌオ！俺に話しかけてんのか、おい。ええ、そのバカ面。失礼。ゆるい面に話しかけています。いや、あんまり変わってねえよ。それで、何の用なのですか？クラスゼロに入りましょう。はい？今からで問題ありません。さあ、いつでもミッション中に呼びなさい。いや、私から乱入してもいいのかな？いや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 、待て待て待て。何言ってんだお前。君は頭の回転まで緩いのか？私がクラスゼロの助けになってやろうと言っているのだ。ああ、なるほど。って、勝手に決めんじゃないよ、ねら！面倒な男だな。そちらの聡明な女性ならわかるだろう。理由を聞かせてくれませんか？決まっている。魔法錬成、そしてファントマ。調べるのに苦労したよ。そして驚いた。まさか候補生の中でも君たちが最も魔法真理に近いところにいるとはね。私をクラスゼロに入れたまえ、そしてファントマを集めさせたまえ。ファントマのことどこまで知っているのですか？生物の根源、いや魂と言った方が近いのかな。おい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 、どうやってそこまで調べたんだ？諜報部に知られたらただじゃ済まねえぞ、こら。最初から知っているのですよ。そのことに関して私はよく知っている。わかりました。どうぞクラスゼロにいらっしゃってください。いいのかよ。クラスゼロの配属権は私たちが持っています。では。ただし、あなたは私の下でファントマを使った魔法錬成を手伝っていただきます。それと、これは遊びではありません。あなたの行動遺憾では死をもって答えてもらうこともあると認識してください。わかったよ。私はいかなる業をも背負おう。改めて自己紹介だ。私はクオン・ヨバツ。好きに使ってくれたまえ。